これって誰のボールだと思ってたみたいな、そういうのがまあ一番起こったかな。視聴者の皆さんは何ヶ月続くか当ててもらってやめさせないであげてください。はい、どうもそうです。こんにちは、そこいちです。中上です。今回はアズールの新人ナオくんを迎えてフリートーク。はい。うちに新卒入社して。新卒なの？何歳？22です。 22？ 若い。1ヶ月経ったとどうなんだろうねみたいなところですね。もともとフリーランスやってたから、学生で1年前から知ってるで、うん、月収も100万ぐらいだったんだよね、大学4年生の頃に。で、俺も新卒のつもりで取ってないから、動画編集キャンプの教務部長もやってもらって、もともとストックさんの案件とかでいろいろ関わったりとか、林さんのセミナースライドの制作とかで直くん入ってもらってて、一緒に仕事してる感じがまあいい感じだなと思って。1年前から青ちゃんのね、動画編集ディレクターやってるんだよね。うちの医学チャンネルの商品制作とかもやってくれてる。すごい。なんですが、この1ヶ月働いてみて、いいも悪いもいろいろありましたと。悪いもあったんや。ありましたね。ほぼ悪い方が基準多いな。首になったら拾うで、うち。やらかしい成仏です。失敗をさ、世にさらすのかわいそうかなと思ってたんだけど、本人が結構成仏企画取りましょうみたいな感じだったから、一番のやらかしは何やったの？一番はタスクが浮く。いろいろ業務任せていただいて、前任の上野さんから引き継いだんですけども、今までの働き方ってこの制作物を納品したら終わりっていう感じで、誰かから与えられてそれを遂行する、そこに対してなおか優秀だねって言ってもらう。今ここ入ると自分で考えて自分で動かないといけないじゃないですか、うん、なんかタスクがポンって発生した時に、ちょっと話長いな、めっちゃ思いました。簡単に言うと、今までは結構作業者ポジションだったりディレクターポジションで、与えられたボールを投げたり投げ返したりだったんだけど、PM 任されたからタスクを自分で考えなきゃいけないと。タスクの洗い出しが全然できてないっていう。それはまず問題点1。問題点2としては、まあ、とはいえタスク漏れも多い。多分ね、クリエイター気質なんよ。ボールが来てボール持ったまんま浮いちゃってるみたいなのも多かったから、そこ改善してこうねみたいな。新卒1ヶ月目にしたらそんな悪くないと思うけど、作るのの方が好きなんじゃない？クリエイティブ極めたりとか。そっちの方が慣れてる。林さんの案件とかやってる時に、林さんの SNS とか見て、自分からリマインドかけたりとか自分から提案したりとかしてて、その動きすごくいいなと思ったんだよね。自分で動いてるなみたいな。なんだけど、その時はちょっと林さん相手だったからちょっと頑張った時期だったらしい。だから逆にでもこれいいと思って、緊張感が走ってる時はちゃんと視野広いってことよ。能力あるってことね。緊張感走っててもポンコツいるもんね。だから視野が狭いんじゃなくて、視野を広げることはできるんだけど、慣れてきたら広げることをサボるっていう。じゃあ赤いやつですね。青くへのリスペクトがないってことやろ。林さんに直はできるけど、青笹相手はまあいいかなみたいな、うん、ちゃうって言って、うーんってなるな。ここの期待値ずれみたいなのがあって、フリーランスの時の働き方を見てて、結構先回り先回りでタスク拾ってきてやる印象があったから、そのつもりでうちの業務をポンポン投げてたら、あれやってるかねみたいなことが多かったと、うん、俺のボールの投げ方を変えようかなって感じ。緊張感っていう面で言うと、例えば林さんとの案件をもし完璧にこなすと、林さん系でいろいろ紹介が起こるっていう下心は確実にあるんよ。でも青くんのところでもうここまで来てしまったら、青くんのところで結果としても青くんからめっちゃ振られるだけやから、うーんみたいな感じのモチベにはなりがちよ。俺が最初見た時の働き方っていうのが直くんの特性だと思ってたんだけど、ちょっとカッコつけてただけだったっていう。反省しましょう。成仏会、成仏会。これはレベルの高い指摘で、視野を広げようと思っても広げられないっていうところがスタートだから、3ヶ月ぐらいちょっと視野を広げてみて、ある程度慣れてくると 50% ぐらいの力で視野が広がってる状態になれると思うよ。それぐらいまでいくと楽になると思う。ネクストやらかし。話が長い。繊細やね。我らね、適当やね。だから最短で言うことに慣れてんねんけど、丁寧ね、仕事が。向こうが何を求めてんのか分かってない問答が多いから、話投げなみたいな。それでめっちゃ相談して青さんに言った結果、一言でパッて言って、あとはこっちが拾うからみたいな感じのフィードバック受けました。例えばどういう事例があったの？ YouTube のチャンネル出たんですよ。動画マーケティングチャンネルっていう、うん、青さんがやってるチャンネル。どうにか自分の伝えたいことを丁寧に喋ろうって思いすぎて、最後に要点を言っちゃうみたいな。それがずっとやってくるとイライラする先輩もいるから。特に青くんね。でも言ってくれるだけありがたいかなというか。話それちゃうけど、直くんと俺の関係で言うと結構俺優しいよね。優しい方だと思います。青くん優しいよベース。もっと雑にコミュニケーションしないと、僕が丁重に扱われてるみたいになるじゃない。長くなったら雑になるよ。コミュニケーションの回数が増えてくとさ、あのパターンねみたいな感じになってくる。長くなると玄人同士の感じ。ここやったら LINE のシナリオを組んどいてで通じる会話。ここやったら LINE のシナリオをこういう目的でこうやらなあかんから組んどいてみたいな感じで、それがいろんな状況で丁重な扱いに感じてるだけで、それがどんどん長くなってくると雑な扱いになってくる。この前桑さんのヒラリルの説明会やったけど、次なんか他の案件の説明会とかあったら、あれと同じよろしくで終わるから、仲良いから結構フィードバック多いんじゃない？結構知ってますよね、状況的にはね。なおくんへの教育をね、なぜか仲良いが結構やってくれてるんだよね。一番ちょうどよくない？仲良いがね、それ一番うまいな。会社員経験8ヶ月あるって大事よな。俺らないもん。俺が嫌じゃないことが多すぎて、もうどうでもいいじゃんみたいになっちゃうんだよね。僕も青さんに教えてくださいって言えない。青さんに聞けないからこそ、青さんが信頼してる仲良いさんに聞いてる。めっちゃ一言で言うと、空気読めないんですよ。例えば青さんから指摘受けました、その指摘
の温度感が絶対にずれるんですよ。青さんは真面目に注意してるのをちょっと冗談っぽく緩めるために言ってたら、それをガチで冗談やと思うタイプです。ではそこでズレが起きる。青くんしかもそれ冗談っぽく受け取ってんなって気づかへんしな。俺は気づいたよりまあいいやと思う。もう一個が、先輩に好かれたいってなった時に自分をすごいと思わせて好かれたいというか、自分もその立場に入れるんだぞっていうのを知らしめたいタイプになってるんで、逆に先輩からすると鼻につきやすいから気をつけた方がいいかな。自分のターンじゃない時に自分がこうだよっていうのを出しがちっていう。この1ヶ月で人間性を否定されました彼は。俺でも一番怒ったのは、桑田さんの説明会の件とかで、俺が言わなかったらこのまま当日迎えてたのみたいなことが多かった。あれの準備どうなってる、この準備どうなってるとか、メールとかを送ったのとか、会場を抑えたのとか、足りてないんだね、席数ね。これって誰のボールだと思ってたみたいな、そういうのがまあ一番怒ったかな。他の同世代の人でもっと優秀な人ができるのかなとか考えたら、まだ足りてないなって思いつつ、自分以外が動かないっていう前提で物事考えてるかも。皆さん優しいから新卒だからねっていうので片付けられるじゃないですか。でも2年ぐらい学生でやってきたからこそ、新卒だからねっていう免罪符は聞きにくいっていうか、自分の中でそれ言われたら諦められてるって、ちょっと逆に反骨精神じゃないですけど、新卒だからねって言われるのも自分としては能力の足りなさを感じる瞬間なんです、うん、何もない新卒だったら分かるんですけど、2年間のうちで経験してなかったんだよっていう裏返しにも捉えられちゃうから、投げな。うちの会社も変わったりしない、こういう風になんか人間力が上がっていく会社になってきたわ。1ヶ月目で一番しんどいからね。普通新卒の1ヶ月目とか知恵度入ってるからね。研修で終わるから。それにしてはなんかなかなか悠々自適な生活してんじゃない。社会人1ヶ月目の生活にしたらなんか楽しそうで、いろいろ任せてもらってるんで頑張ります。アズール以外も仕事受けてんねんろ。元々のフリーランスの業務はフリーランスで、ほぼスタッフさんで案件が回るようにはしてます。すごい。何か自分の成長したいとか、それこそ人間力磨くってなったら会社に入らないとできないなと思って、うん、一番いい間の選択肢としてアズールにフルコミで入るっていう。就活してなかったんで、僕会社員経験やばいなと思って、でちょうどお誘いがあって、うちはなんかフリーランスと会社員のちょうど中間みたいな働き方だからね。視聴者の皆さんは何ヶ月続くか当ててもらって、やめさせないであげてください。一番近い人に100万やめたくないって。首は切られることあるかもしれない。いや、ないでしょ。俺ね、首にしたことマジでないんだよね。結構耐えるから俺。完全未経験を結構取ってきたの今まで。それが良くなかったなと思って、俺とその人たちにギャップがありすぎて、指示とか報告も結構通りづらいし、彼らが悪いわけじゃなくて、会社って普通そういう組織体制ではないですよね、うん、社会人経験がない、ほぼほぼ未経験みたいな、俺直下に入るみたいな感じだったから、地獄みたいな。採用力が上がったのかな。優秀な人を入れるようになったから、その間にちゃんと人をはめれるようになって。なおくんは青くんの直下なの。直下なんだけど、1ヶ月働いてみて俺の兄貴の下につけた方がいいかなっていう感じが、今兄貴とタッグ組ませて動いてもらった方がいいかな。指示は直接飛ばすことあるんだけど、全部のやり取りに兄貴が入って、兄貴が進行管理みたいな感じでやっていかないと、まあ、タスクが浮くから、今うちの会社全部の進行管理に兄貴が入る感じ。マーケだけはこれ進行管理欲しいな。進行管理って俺マジで大事だと思ってて、俺らなんかやろうって言ってやんなかったことどんだけやんのって。 95% マーケに関してはもう中上が来てくれて、思いついたアイデアとかがどんどん形になっていくから、今までなんかやっぱ思いついても全然実行できなかったんだよね。それができるのってめっちゃだけだな。直君領域が優作に振る任せしてきた部分だったから、いまいち把握しきれてない部分が多くて、守備範囲も広かったしね。そこの洗い出しみたいなところも、まあちょっと兄貴と一緒にやってもらわないとかなっていう感じかな。なおくん働いてみてどう？青さんは忙しすぎてスタッフと密に会話する時間がまだ少ないかな。まだ少ないの？最近増やしてるつもりなんだけど。もっとコミュニケーションを取ってスタッフの弱音とかを。無理やって。どんだけ時間取ってくれても弱音なんか吐けへんだろ。しんどいっていう弱音は多分吐かないと思うんですけど、自分の仕事のリソース管理の相談とかをしにくいかなっていうのは。今何のタスク抱えてんのかみたいなところ見るけどね、一旦。なんでパンクしてんのっていう、パンクが妥当なのかどうかを判断できないから。実際ね、俺はそういうのの相談相手にはマジで不向きだと思ってて、タスク量とかに関して俺はマジで無理なんだよね。妥当な判断がこんぐらいは1日でできるよねっていうのが、多分他の人とずれすぎてて絶対ハレーション起きるから、俺じゃない人に判断青色多いと思う。ちなみにそれは兄貴もおかしいから、俺と兄貴は分かんないのよ、それが。中身は多分その基準値高い人と低い人の違い知ってるから強いよね、そこは。じゃあ頑張っていきましょう。概要欄にある LINE 登録してください。そしたら人間力が上がります。今回は以上です。ありがとうございました。